はい、どうもー。めっちゃ前出るじゃん。はい、伊沢拓磨と倉田直樹です。はい、よろしくお願いします。はい、今回のテーマはお互いのいいところを言う。そう、お互いのいいところを言うっていうの略して、はい、 OTI。 はい、はい、OII。 全然ダメじゃん、グダグダだよ。はい、まあ、そんな感じでね。まあ始まりましたけれども、じゃあちょっと言っていこうか。もうクロストークからね、前最初のオフからもう何年経つよ。3年経ってますよ。あの時もうめっちゃ人見知りしてたから。そうはね、ちょっと違った、ね、うん、一面を今回は。そうですね。そうね、見せていきましょう、本当に。じゃあ、このいいところ、うん、めっちゃ言ってください。うん、そうね、たくさんあると思うんですけど、まあ、数えるほどはかなっていう感じですけど。はい、好感度ダウン。でも、面白いですよね、やっぱ。俺結構、倉田のその滑る感じがいつもツボで、一人で結構笑ってるんですけど。僕が滑ってるところ。そう、あのトレンド研究部のあのトレンドポーズとか、ああいうの結構自分的にツボなんですよ。ちょっとやってもらっていいか。あんま覚えてないですか。いや、なんで部長でしょ。これやってみましょう。じゃあ、せーの、トレンド。なんで、あれ、せーのでやろうねっていうあれかと。ごめん、絶対さっきから合わない。馬が、ね、馬が言い過ぎた、言い過ぎた。それは言い過ぎちゃってる。馬が合わないから言い過ぎちゃってる。あと結構なんかやっぱ人懐っこくて、なんか誰とでもやっぱ仲良くできるのがいいと思います。すごい人見知りとは言ってたけどね。あと、あの香港行った時も、あの大仏見て伊沢くんだって言ってくれたし、なんかすごくそういう、なんだろう、なんか仲間思いのとこがあっていいなと思います。あと結構真面目なんですよね、意外に。やめてください。ネガ営業妨害。こう見え営業妨害。こうチャラチャラしてるように見えて意外と真面目なんですよ。なんかめっちゃ、なんかジーンときた。いや、もうすぐ家帰りたいですもん、なんかもう。なんでこんなものやめて、もうちょっと俺のなんか、じゃあ欲しい、欲しいですか。うん、でも真面目な話をすると、やっぱ、うん、伊沢くんってもう誰にも優しいんですよ。その優しいところをいいと思うのも、かつでも本当に多分サンプラスで一番根が芯、自分の芯がしっかりしてる人だと思うんですよ。見ててそれを感じて、なんか僕結構そのなんか昔からなんか、うんうん、友達がそっちやりたいなら、じゃあ俺もそっち行こうかなみたいな感じのタイプだったので、伊沢くんはだっても絶対自分曲げないタイプですよね。まあ基本は割とそうね、うん、自分を軸に、まあ、合わせるときは合わせるけど、うん、そのしっかりした部分が本当に好きで、やっぱ自分にない部分を持ってるっていうところで。なんだ、真面目じゃん今日。どうしたの。実は真面目とか言うから。そのモードでね、やってくれたらね。そう、いや嬉しいわ。だからもっとイベントとかで絡んでってほしいですよね。そうだね。そう、うん、僕のボケに対してちゃんとツッコミガンガン入れてほしいですよ。ああ、なるほどなるほど。自分で受けてるだけじゃなくて。なるほどね。そうだね。まあそういうとこあるからね、俺。滑り終わりじゃないですか。誰も話しかけてくんないと。俺がじゃあそこにどんどん切り込んでいくと。そうですね。それお願いします。ちょっとこれから、まあ、そこら辺もね、はい、仲良くなってもっとねやっていきたいと思います。じゃあ伊沢くんから僕のいいところは、まとめ、まとめ、まとめです。真面目、あと人懐っこい、あと面白い。僕から伊沢くんは、うん、優しい、芯がしっかりしてる、そしてまあ頑張ってほしいなっていうものが。なんでこれ、まあ、後ろに引いた、後ろに。頑張ってほしいのはやっぱちゃんと僕にガツガツ絡んでいこうみたいな。あ、なるほどね。はい、OK、 じゃあそんな感じでこれからもよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ伊沢拓磨と倉田直樹でした。ありがとうございました。